その相手はどんな変に、こんにちは、スペッタレッツ。コーチやってます。そうですね、本日をちょっと紹介したいの本なんですけれども、こちらの本ですが、こちらの本ですが、コーチングハビットですね。つまりコーチングの習慣ですけれども、でこれはマイカル・バンゲー・スタイニエというの人に書かれた本なんですけれども、そこでは、7つの質問があって、でその7つの質問によって誰かの悩みを解決できるんです。まあ質問だけで解決できるんですね。で最初の質問なんですけれども、その質問は相手に対してなんですけれども、あなたは今何を考えていますか、あなたは今何を考えていますか、何が考えてるのとか、まあ、もちろん上下関係によってなんですけれども、あなたは今何を考えていますか。でどちらかというと、これは結構オープンな質問なんですが、でその質問を言ったら、まあそこ今は何が考えてる、そのちょっと感じ方というか、ちょっと自分にも実感できるというか、その相手の今の考え方がちょっとした理解できるようになるかなと思います。で2番目の質問なんですけれども、それは And what else、 つまりまたはあとは、つまりこれだけじゃなくて、あとは、まあ、その追加の情報で、そのあとは何ですかとか、でそれあとは何ですかを聞くのはもう何でも聞いてもいいです。その人はもう完全にもう何も浮かばないまでにはそういうあとは何ですかを聞いても良いわけです。で3番なんですけれども、これはこの点によって今のあなたの何のチャレンジを見てますか、そこでは何のチャレンジを見ていますかと聞いたら、まあその人は今どこに挑戦するというのは、それはまあそのちょっと難点というかを分かります。その質問によってその人の難点を分かれるようになるというわけです。で4番目の質問なんですけれども、あなたは何をやってほしい、あなたは何を欲しいんですか、 What do you want、 つまりあなたは何を欲しいんですかと聞いたら、その人の意図が分かれるようになる。まあ、どこの辺に動けばいいとか、こういうものがちょっとはっきり分かれるようになる。自分だけじゃなくて、その人は、まあ、自分の、まあ、ちょっと考え方でも分かれるようになる。で5番目の質問なんですけれども、これはちょっとまあ、みんなは大体大丈夫とかもう最初に聞くんですけれども、どうやって僕はあなたを助かるのかとか、これはまあ大場面の質問ですが、まあ、どうやって私はあなたに役に立てるか、それは大場面の質問、どうやって私はあなたに役に立てるんですか。で、まあ、それを聞くと、まあ、実際は、まあ、自分はどの役割というか、まあ、どの覚悟を持てばいいとか、これを自分が分かれるようになるんですね。でちなみにその2番目と3番目の質問は、2番目も前に述べたんですが、こうまたはですね、でそれはもう何でも聞いてもいいんですね。でそれも
まあ、パートナーとしてその、まあ、一緒にあのその中で何のチャレンジを見ていますかというの質問、まあ、3番目の質問なんですけれども、まあ、これをコンビで聞いても良いです。で5番目で6番目ね、6番目ですね、6番目の質問ですが、でその6番目の質問ですね、これはまあ、これはやりたいんですが何がやりたくないんですかとか、これははいですか、何についていいえと言えますか、つまり、まあ、肯定と否定の質問ですね、まあ、これは肯定ですね、何が否定ですかというの質問を聞くと、まあ、その相手はどんな変に動きたいというのが分かります。そして何がやりたくないとか何が否定するのは分かれるようになるわけです。で7番目の質問なんですけれども、まあそれは最後の質問ですが、それはこの話で一番のお世話になったは何ですか、一番の覚えたポイントはないんですか、まあ、一番お世話になったポイントは何ですか、何が一番良かったかって、これは最後に聞く。どちらかというとこれを最後に聞くと、その人はもう一回全部の会話をもう一回もう、帰り見て思い出して、でそれをもうその中で何が一番良かったかって分析した上で話せる。でその点を言った瞬間でもう多分その会話でその解決策にもできそうかもしれないんです。もちろん人によって、そして問題によってこう解決策にたどり着くのはちょっと大変ですけれども、ただこの7つの質問なんですけれども、これは結構ベーシックで基礎なんですけれども、その基礎を使って結構自分のどちらかというと、もう人々は大体例えばなんか問題があるって、で特の男の人はそうすぐに解決策で言ってる、まあその人の気持ちを考えらずにすぐに解決策を言うのは一番ダメです。どちらかというとこの一番の点は人を自分の悩みについて考えさせる。もし自分、まあ、その人は解決策を出なくて、で自分はその解決策を持っている時には、これをまあ自分の解決策を今言ってもいいかってそれを聞いても良いわけです。でこれをちょっとコンビネーションしてその質問を使用してください。ではこの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら、高評価のボタンをお願いいたします。または、その、同じの価値のあるの動画を見たいなら、登録もお願いいたします。さらに、こう、種が、なんですけれども、こういうの変ですけれども、でそこでその鐘を押したりするとノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにこうどんな動画を上げたりいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいんですけれども、下のコーナーでご記入をお願いいたします。それでは。
自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどる。